小栗桜は、日本の歴史タレント、歌手、作詞家、声優、歴史小説家、アクタープロ、両所属、東京都府中市出身、鹿児島と東京、多摩出身の父母のもとに生まれる、駒沢大学文学部卒業、博物館学芸員の資格を持つ、歴史系アーティスト桜ゆきとしての出演は、桜ゆきを参照。レギュラーゲスト出演、他、 出演番組 tvto.go.ne.jp p 来帝の竜2009年8月23日色はずきの波石ヶ原2010年10月16日恋園の月2010年10月30日仮金の空綱の川2011年10月15日大好きの気持ち2012年9月15日幻の桜2013年4月29日魂の 絆ズナグレン2013年10月19日青木夢2014年5月11日名教室いたむけ花、たむけの花、赤月しなのの国上えだ。2015年1月30日無限の調べ2014年10月18日電カムソーの後先七夜の星変唱比類なきめ2015年12月13日流よ。 その道をよけ小月寺の花若光浄土2016年10月15日、六道の果て明日への大償流しの不等復屈2018年8月4日、石杖雫伊勢生命ふるさとの花。ありがとうございます。